さあまずは佐藤さん、谷山が4年半ぶりに帰ってきました。楽しみですね。楽しみですね。もう彼 K1 向きですからね、はい、K1 マックスの頃から出てて、はい、僕と一緒に出たこともあるんですよ。そうですよね、はい、30代になりました。 K1 では7戦目を迎えることになります。さあこの篠原の目つきですが、伊佐松さんいかがでしょう。いやもう表に出してきてますよね、気持ちを。そうですね、3連敗中です。崖っぷちというふうに本人は話す篠原優斗です。ここで止めなければ K1 人生は終わるかもしれない、そんな思いを抱える中での横浜アリーナリングになりました。さあ帰ってきた谷山か、それとも連敗ストップへ向けて勝負の時、篠原優斗か。第1ラウンドのリングゴング、最初に放ったのは篠原優斗です。左のフック、スピードあるキックが持ち味という谷山俊樹です。これが46戦目を迎えることになりました。一方の篠原は23歳、これが20戦目。前蹴り、佐藤さん、まあ、4年半ぶりの K1 で谷山俊樹がどんな姿を見せてくれるか、はい、佐藤さんはどのあたり注目されますか。そうですね、まあ、もともと彼はテクニックものすごくあるし、はい、ハイキックとかもキレのあるまま打てるんですよ。あ、キレのあるまま、はいはい、結構ミドルよりも威力、ね、落ちちゃいがちなんですけど、ものすごいいい蹴り方をする。一方の篠原優斗はこの距離感、長い腕を生かしてきます。175センチあります。ワンツー効いていないと谷山俊樹。篠原は対戦相手との相性なんですよね、はい、相性、相性によって試合内容がものすごく変わると、会うときはものすごい激闘になるんですけど、はい、会わないと結構噛み合わないまま終わっていくことがあるんですよね。そうですよね、まあ、久間さん、この篠原という選手はトーナメントではゴンナパイビラサクリックに勝って番狂わせを演じたこともありましたもんね。はい、すごい、もう会場盛り上がりましたもんね、はい、右を差す。さあニューヨークのお二人、まず嶋佐さんはこの篠原のここまでのパンチどうご覧になってますか。なんかずっと同じね、ジャブからの右フックを何回も当てに行こうとしてる感じですよね、はい、また作戦なんか。屋敷さん、この谷山、距離感を測りながらのキック、このあたり印象はいかがですか。そうですね、今のところなんか谷山選手がこうガンガンいってるなっていう印象ですけど、まあ、先ほど佐藤義弘さんからもありましたが、篠原の場合は相手との相性、まあ、この谷山と合うかどうかですよね。そうですね、ただ今のところ結構篠原も距離しか見えてるんですよ、積極的出してるのは谷山なんですけど、はい、攻撃当ててるのは篠原ですね。これも左当てたか、これも左。谷山ちょっと今距離がアジャストしてないんで、ミドルとかの空振りが目立ちますね、はい、あ、そうですね、今も距離がありました。バックスピンキック、篠原優斗。 K1 は2017年の2月以来の登場ということになります谷山俊樹です。この4年半で世界中を転戦し5つの大陸を回ってきたというふうに言います。久々に感じるこの K1 界の空気です。さあ30秒切りました、第1ラウンドです。ここまでしっかりと捉えてきているのはどちらかというと篠原優斗。これも左、これも左当てたか。攻撃ってガードに当たればまだマシなんですよ、はい、完全に空振りが続くとちょっと不安になってくるんですね。あ、そうですか。右のストレートが入りました。谷山俊樹の顔面を捉えた篠原優斗の右ストレートでした。久保さん、最後のパンチどうご覧になりました。良かったですね、いい距離ですね、はい、久々に帰ってきた谷山俊樹です、まあ、32歳、結婚もしました、守るべきものもできました。その谷山が帰ってきた K1 のリーグでどんな姿を見せてくれるか注目の一戦になります。まあ、久保さん、はい、まあ、古い時代、旧 K1-0 を知る男、その K1 を作ってきた男と、そしてこれから K1 界を作っていこうとする男の2人、こんな構図もありますよね。そうですね、よく世代交代っていう戦いもありますけどね、本当そんな感じのお二人ですよね。そうですね、柴田さんはこの篠原優斗の鋭いパンチどうご覧になりました。なんか最後は入ってましたよね。入ってましたね。で谷山さんが蹴り主体 で、で篠原さんは本当パンチ主体で、この次のラウンドどうなっていくのか楽しみですね。さあ第2ラウンドでどう流れを変えてくるか谷山俊樹です。一方の篠原は作戦また変更はあるんでしょうか。K1 ライト級スーパーファイト第2ラウンド、飛び込んでいった篠原。まあ、佐藤さん、積極的な
動きを見せているのは篠原ですよね。ラウンドが開始されて一歩前に出るのは篠原ですね。そうですよね。ただ前に出ていこうとしているのは東大ランドの谷山でしょうか。ほとんどがキックでリズムを掴んでいこうとするのが谷山俊樹です。この4年半で K1 のレベルはかなり上がったというふうに話していました32歳の谷山です。 K1 では7戦目、間違いなく僕が今一番強くなっていますというふうに話します。この4年半で地に足のついた谷山俊樹がいるというところを皆さんに見せたいというふうに話しています。また篠原の左が入りました。本当勝った方がね次につながると思うんですよ。さあ行きに行くでしょうか。佐藤さんダメージはどうですかね谷山は。まだそこまで大ダメージはないですけどね、でもところどころ空振りがちょっと多いですし、はい、カウンターで球ポンポンとカウンターを入れられてるので、そこ結構嫌なんですよね、はい、なんかうまくいかないなってちょっと思っちゃいますよね。さあリズムを作ることができるでしょうか。この第2ラウンドです。4年半で地球を一周したといいます。飛び先だ谷山、5大陸でそれぞれのジムに通って武者修行を続けてきたというふうに話します。最高の姿をここ K1 のリングで見せる時が来た谷山俊樹です。第2ラウンドは1分半を切っています。右ストレート入ってくるところ篠山が拳を放ちます。左、これも左、右、左、3つ続けました。柴田さん、かなりこの篠原の左フックが有効なように見えますよね。そうですね。左、これも左フックもなんか合わせてますよね、はい、谷山も左を放ちました。加藤さん、少し距離縮まってきましたかね。そうですね、篠原選手がその谷山選手のミドルをこうかわすか、距離を潰すか、どっちかうまく2択ができてるんですよ。だからそれで谷山がまあペースをつかみきれてないですよね、やっぱこの生命線のミドルをうまく切られちゃうので、はい、篠原いい戦い方をしてます。ここまでは谷山の良さを潰してきているという篠原優斗です。やりー、さあ30秒切る、一気にいくか。ノックアウト勝利を目指すという篠原優斗です。今勝ちましたよ。勝ちましたよ。谷山の顔が少し赤くなってきました。距離を近づける、右ランパー、篠原右ストレート、さあ10秒です。この第2ラウンドもペースは篠原優斗でしょうか。23歳とそして32歳の一戦です。ここで第2ラウンド終了のゴングです。さあ磯間さん、この第2ラウンドは全体的な印象はいかがでしょうか。もう篠原選手が掴みに行ったって感じですね、まだほとんど勇さん、篠原選手はダメージがないようにも見えますよね。そうですね、本当自分のやりたい戦いしてるんじゃないかなと思います。谷山選手のことは正直ほとんど知らなかったというふうに会見では話しています。強いとは聞いているというふうに話しています。ベテランであることも知っています。ただ僕もデビュー20戦目、経験に関してはほとんど関係ないですよねというふうに篠原優斗は話します。左、ここも距離を取りながら左、最後は右のアッパーも刺していきました。ここまで佐藤さん、篠原優斗の打撃のキレなどはいかがですか。キレも、もちろんもともとあるんですけど、それより距離の把握能力がこの試合はすごいいいなと思います、ね、空間をつかむ能力ですか、はいはい、さあ最終第3ラウンドです。帰ってきた谷山と、そして連敗を止めたいという篠原優斗の一戦です。勝負の第3ラウンド、ファイナルラウンドを迎えます。さあニューヨークの屋敷さんはこのファイナルラウンド、はい、どんな展開を期待したいですか。そうですね、2ラウンド目から篠原選手の右がすごい当たり出してる感じがしたので、はい、ちょっとねここから KO もあるんじゃないかなって感じします、内容勝ち方が非常に重要というふうに話しています。少し柴田さん、谷山選手を前に出て拳を放つようになって積極的になってきた感じもありますよね。そうですね、ちょっとこのままだとね、ジャッジがちょっとどうなるかって感じなんで、はい、なんか打開してほしいですね、谷山選手に今の状況を。判定決着になる、あとローブローです。大丈夫でしょうか、篠原優斗。谷山の左足が入ったでしょうか。第3ラウンド途中です。かなり痛がっています。
先ほどのシーン、左を放った後、谷山の左足が下側から来ました。下から上はね、結構来るんですよ。かなり来ます。痛いんですよ。上から下はそうでもないですけど、下から上は結構来ます。全然違うと言いますよね。はい、今のコメントなんかはニューヨークの屋敷さん、リアルですよね。はい、そうですね、知らなかった。そうだったんですね。下から上の方が痛いんですね。あまりなかったな、下から上。さあ試合再開、第3ラウンド、左アッパー入ってくる。谷山積極的に前に出てくる。第3ラウンドです。気持ちを見せるか。経験は豊かです。世界中で戦ってきました。みんなハイを出す。谷山の至近距離からのハイキックが得意なんですよね、はい、スピードがあります。高速の襲撃砲という意味を持ちます。ポイントで振りだと多分分かってると思うんで、勝負かけてますよね、はい、そうですよね。一発にかけるという谷山です。ただ細かいパンチをうまく当ててくるのが篠原優斗です。差し合う、左右。その分篠原はやっぱ冷静なんですよね、はい、谷山の行きたい気持ちをうまく削いでる、はい、いや久松さん、篠原優斗の目つき変わりませんよね、第1ラウンドから。変わりませんね、本当ずっと集中し続けられてます、はい、今のカウンター、いかにこの一戦が重要か、その篠原のまなざしから伝わってきます。入ってくる。左右のショートのストレートのカウンターが何発も入ってるんですよね、今回。これも入ったか、右ストレート、はい、ワンツー、ワンツーを繰り返していく。それが見事に当たります。左フック、左足で応戦は谷山俊樹です。さあ1分を切りました。最終第3ラウンドです。トリサー、さまざまな引き出しを使ってくるというのが篠原優斗です。連敗を止めることができるでしょうか、この横浜アリーナの一戦。今までやってきた全てのことを、あーっと、キレイ、膝をついた、ダウンを取りました、篠原優斗。さあこれは佐藤さん、かなりダメージありそうですね。結構ありますね。ちょっとタイミング合ってましたからね、パンチ、左目がかなり赤くなっています。左目の下切れてますかね。そうですね、あの血って目に入ると油膜が張っちゃって何も見えなくなっちゃうんですよ。お前右目見えてませんか。あの完全に入っちゃうとですけどね、目の前が、ね、ピンク色になって何も見えなくなる。見えているか。一気に来たのは篠原優斗。視界がかなり狭くなっている谷山俊樹です。コーナーに追い詰める。あと20秒切ります。 KO 撃はあるでしょうか。イメージはしてきました、篠原優斗です。3連敗を止めることができるか。さああと10秒、取りました。2つ目、すぐには立ち上がります。さあ谷山2度目のダウンを取られます。さあここで終了のゴングが鳴り響きました。篠原優斗がこの第3ラウンドで2つのダウンを奪い取りました。いや佐藤さん、お見事でしたね、篠原。もうあのずっと初回から打ってたワンツーがもうどんどんタイミング良くなってきて、最後のカウンターうまく当てましたね、はい、佐藤さん、篠原優斗らしさを見たような最後の第3ラウンドでもありましたね。そうですね、久しぶりのジャッジ大原、すごくアグレッシブな篠原選手ですね。さあ判定です。青篠原、まずは篠原に入ります。ジャッジ伊藤30対25、青篠原。ジャッジ山根30対27、青篠原。以上判定3対0、判定3対0で篠原優斗が勝利しました。これで連敗を止めたという横浜アリーナでの一戦でした。谷山俊樹を最後は第3ラウンド2度のダウンを奪い取っての勝利ということになりました。屋敷さんは最後第3ラウンドどういうふうにご覧になりました。そうですね、終始落ち着いてて決めるところでしっかり決めたって感じしましたね。落ち着いてましたよね。右でダウンを奪い取って最後は左のフックも放ちました。いやすごい、この小さなモーションでの佐藤さん、はい、右がかなり生きてますよね。そうですね、もう本当左右のね、左も右もあのショートのストレートすごい よかったですね。いや柴田さん、篠原という選手のテクニックを感じた3つのラウンドでしたね。本当ですね、終始もう試合を支配してもう完封勝利って感じでしたね。およそ1年ぶりの勝利を挙げたという篠原優斗の一戦でした。連敗をついに止めた篠原優斗です。さあ流れは変わってくるでしょうか。篠原デビュー20戦目勝利を見事に飾っています。また大きな声を出しての応援を